はいお疲れ様です、まあ、そうね小さいとはいえまあ麻雀店をやってきたことってのは、まあ、人生の大きな遺恨だと思いますねあのす時間とかお金がものすごく無駄になったんですよ、うん、あのまー、あ、ジを趣味でね本当に楽しみでやるうちは良かったんですけどもそれを商売にするとずっとやらないといけないんですよね、うん、でたたまたま 個人的にはマージャンが得意だったんで、一人でマージャンやってるときは、時間とお金って、自分の思うようにコントロールできたんですけども、こう、徒党組んでマージャンするとね、まあマージャンって人に合わせないといけないんですよね。で、組織ってのは、人に合わせないといけないんですよね。で、みんなして人に合わせるから、みんなして損してるわけなんですよ。で、しかも、なんかね、マージャンってね、自分が賢くなったつもりになるんですよ。これが立ちがあるんですよ。 まあですので、本当に頭がいいってことはどういうことかっていうの何度も考えたんですけども、単純なんですよね。時間が余るか、お金が余るかなんですよね。大抵の人は賢いつもりで、時間もないしお金もないっていうね。これ賢くないの典型なんですよね。こういうふうに考えたらすごく簡単で、あなたはお金余ってますかとか、時間余ってますかって聞いたときに、両方余ってませんって言ったら、 あ、賢くないですねっていうふうに考えた方がいいのかなと要するにこのお金と時間っていうのはあのどこまで行っても生きてる限りはこの切り離せないものですからねだったら賢く使っていかないといけないお金を賢く使う時間を賢く使うでもそうじゃなくって時間が足りないあっという間にもう一日過ぎちゃいましたとかねお金がありませんまたお金が足りませんとかねいうふうになっちゃうんですよね単純にこうしてみるとねなんかひどいことを言ってるようですけども まあ私は自分に対してそう考えた時にあ頭の悪い時期と頭のいい時期っていうのははっきり分かれるなと思ってねうんじゃあマージャン店だけじゃないですけどね店舗をやってた時ってとにかく金と時間がなくなったんですよ <laughs> ろくでもなかったなと思いますよね <laughs> まあですね今のようなあの、ね、時間とお金が余る暮らしっていうのはまあなんぼかマシになったかなというところですけどねはいというところで組織はやっぱりねお金と時間っていうのが なかなかうまくいかないんで、まあ趣味も一人でできるやつがいいですよね。一人でできる趣味っていうのかな。かすぐやめれるとかね、すぐ始めれるとかね。<laughs> だから誰かに合わせてやらないといけなかったり、誰かに合わせてやめられなかったりとかって、あ絶対避けた方がいいなと思うんで。まあますますね、あの人と関わらないまあ孤立を目指すのかなというところでございますけども孤立こそ最高ということで今日も行ってみましょうか。それじゃあ、たし。